台北精神寺は中華民国の首都である台北下安区にある台湾最大のモスク。1960年に完成したモスクには台湾最大のイスラーム組織である中国海峡協会が本部を置いている。土地の所有権をめぐる騒動で一時は取り壊しの危機に陥ったものの1999年には台北市から一さだ戸籍として登録され、 今に至るまで台湾のムスリムにとって重要な台北市のランドマークとなっている。日中戦争後に再び勃発した国境内戦に敗れた中華民国の国民党政府は1949年に台湾へ移った。この時国民党政府と共に台湾へ渡ったのが日中戦争中に海民で結成された白高敷を理事長とする。 中国海峡協会の構成員を中心とした約2万人のムスリムであった。台湾に渡ったムスリムたちは、日本統治時代に建設された台北市のレース以外のおよそ300坪の中古の日本家屋を改装して、精神寺としていたが、台湾に来るムスリムが増えるに従って手狭になっていった。1957年。 中東諸国の歴訪から帰国した当時の外交部長である商工長はイスラーム諸国との外交関係を維持するためには精神寺の建設が急務であるとの認識から新たな精神寺の建設を提案した。1949年12月12日には600人収容可能の精神寺を建設することを目的とした台北精神寺教立委員会が発足した。 1958年4月、中国海峡協会は、ハリコ領という人物から、台北市大安区新西南路の3300平方メートルの土地を購入した。同年11月に、精神寺の建設が開始され、2年後の1960年4月13日に、当時としては、極東最大のモスクである、台北精神寺が完成した。精神寺の落成式は、 当時の副総統である鎮西が取り行い、式典にはブルネイ、フィリピン、日本、マレーシア、タイ、香港、オーストラリアなどの代表が出席し、その中でブルネイのスルタンがクルアーンの第一章の朗読を行った。精神寺には中国海峡協会の本部が置かれた。精神寺の建設費のうちイランとヨルダンから合計およそ15万ドルが寄付され、 台湾銀行から10万ドルの融資が行われた。他にも、サウジアラビアや、台湾のムスリムの故郷である、ネイカ海賊自治区からも寄付があった。しかしこの時、精神寺は、ハリコ寮と土地使用証明書の交換をしたが、その後ハリコ寮は海外に移住し、15年以内に、しなければならない土地の名義変更手続きをしなかったため、台北精神寺の土地の登記簿上の所有者は、 ハリコ領であった。1971年には、サウジアラビアのファイサル2世が台湾を訪れた折に、台北精神寺を訪問した。ファイサル2世はもともと10分間の滞在の予定だったが1時間滞在した。台北精神寺の完成からおよそ30年が経った1987年、台湾に帰国した台北精神寺の土地の下の所有者であるハリコ領が、 土地の返還を求めて、台北地方裁判所に民事訴訟を起こした。裁判では三審とも、台北精神寺川が勝訴したが、張子領は1993年の死去まで、名義上の土地の所有者であり続け、死後は彼の12人の息子たちが、主幹官庁に土地の継承を申請した後所有権を相続し、その土地の権利をセメント会社で、 赤新水泥講師に売却した。赤新水泥講師は1997年に名義変更手続きを受けて東規模上の土地の所有権となり、台北精神寺に立ち退きを要求した。これを受けて、台北精神寺は取り壊しを避けるため文化、資産保存法に基づく指定戸籍への登録を目指した。1998年7月、台北市民政局は精神寺を 訪問調査したが、年代が戸籍としての基準に達していないとして、保留とした。1999年3月18日には、ムスリムであり、国会議員であるリュブン、劉文優の働きかけで、精神寺的未来と関された公聴会が、国会議事堂で開かれ、その公聴会で配布された資料において、台北精神寺は台湾で唯一のアラビア式のモスクであり、 イスラームの芸術的特色を備えていて、台北市という都市の国際的で多元的な文化の象徴を示しているとされた。1999年3月29日、台北市は、精神寺や文化会などからの求めに応じて、再度調査を行い、前年の決定を覆して、台北精神寺を一定戸籍として認定し、同年6月29日に正式に登録された。 この認定について、戸籍認定の責任者である、台北市民政局の林成治局長はメディアに、対して、台北精神寺の戸籍認定は、精神寺自体の年代や芸術的価値ではなく、マイノリティの文化を尊重するという社会的意義があった、ことを強調した。また、この騒動において、台湾メディアのほとんどは、台湾の外交戦略上の位置づけやマイノリティ保護の、 観点から精神寺の取り壊しを中止するべきであるという立場だった。2020年、中華郵政は台湾の文化的多様性に着目したものとして台北精神寺と台中市にある台中精神寺の切手を販売した。台北精神寺が発行しているハラール、認証マーク礼拝はイマームがアラビア語でクルアーンの朗読を行った後、中国語でそれを解説する。 金曜礼拝は13時から15時の間に行われる。台北精神寺に本部を置く中国海峡協会は台湾の飲食企業やホテルなどに対してハラール認証を行っているが台北精神寺も独自にハラール認証を行っており2010年にはマレーシアのハラール認証機関であるマレーシアイスラム開発局からハラール認証機関として公認を受けた。 台北精神寺は鉄筋コンクリート作りであり、外壁は表面処理としてセメントとも造石で補強されている。設計者は鉄筋コンクリートを用いて、河北の宮殿建築の特色を表現することを得意とする洋卓製であり、他の作品として国家領調印や円山大反転などが挙げられる。建築様式としてはオスマン建築と ペルシャ建築の融合が図られている。また、精神寺の回廊はロマネスク風の馬蹄型アーチを描いている。礼拝室の様子礼拝室は世界各国のモスクと同じく真っ赤の方向を向いている。礼拝室にはペルシャ絨毯が敷かれ、天井からはシャンデリアが吊るされている。礼拝室には礼拝の方向を示すミフラーブがあり、馬蹄型アーチの門で装飾されている。 礼拝室には装飾はなく、換気のために開閉できるようになっている、気化学的なステンドグラスがあるくらいである。もともと礼拝室は、天井が高い1階建てとなる予定だったが、ムスリムの家族たちが礼拝できるようにするため2階建てとなり、1階は男性用、2階は女性用の礼拝場となっている。なお、礼拝室は、ムスリム以外の立ち入りは禁止されている。 精神寺の中央に一つの巨大な両端に二つの小さな金色のオスマン風のドームがある。かつてのドームの色は緑だったが2015年に金色に塗り替えた。これはもともと堂で作られて真鍮色をしていたドームが建設から年月が経つにつれて緑色になっていったため塗り直したものであるとしている。高さは15メートルであり支柱はない。 鉄筋コンクリート製の灰色のミナレットが2本あり、それぞれ高さは20メートルである。ミナレットの頂点の玉ねぎ型のドームは中国建築と中東の建築を設置している。台北青春寺は1999年6月29日に文化資産保存法に基づく台北市の戸籍として登録された。戸籍の表情には歴史、文化、 芸術的な価値を有している。各時代の建築技術流派の特徴を表現する。その他古籍としての価値があるものの3つの基準があり。台北精神寺はそれぞれイスラーム諸国との外交関係に応えて1958年に創建され、外交に多大な貢献をして歴史的、宗教的に深い意義を持っている。建物はアラビア風。主殿はドームで正面には古城の回廊。 両側にはそびえ立つミナレットがあり外観は素朴で美しい台北市の重要なランドマークの一つであり台北市の都市景観を豊かにしているとして基準を合格した。また保存状態は良好とされ台湾のムスリムの歴史の中で重要で神聖な建物であるという評価を受けている。台北精神寺はこれを初代台北精神寺としている。 台湾銀行からの融資は半分を返済した後もう半分は返済を免除された。ありがとうございます。